エドモン、ジュール・ナダール撮影、エドモン・ド・コンクールは、フランスの作家、美術評論家、弟ジュール・ド・ゴンクールと共同制作した、コンクール兄弟として著名である。兄弟の共同作品で、約30冊の小説、歴史書などを交換した。小説家としては、自然主義に属した。1822年5月26日、ナンシーで生まれた。 祖父は弁護士で土地を購入して、フランスを売るい16世により、貴族に上され、父はナポレオン・ボナパル時の陸軍士官だった。弟ジュールド・ゴンクールとは常に共同で執筆し、エドモンが後日、ジュールが筆記した後、二人で遂行して、著作を完成させた。梅毒により、1870年に弟ジュールが病没した時は、兄エドモンは筆を取れないほどだったが、 弟の意向を添削することなどで徐々に立ち直り、没する寸前まで、小説や評伝、美術評論など、約十数冊の作品を著述した。1851年から共作で書かれ始めた、日記が著名。19世紀フランス分断のみならず、社会全般にわたり、赤裸々に書かれている。晩年に、一部が交換され反響が大きかった。交流相手の作家は、 フローベルやゴーティエ、バルザック、サントブーブなどである。晩年は、ウタマロ、北斎等の浮世絵をはじめとした、近世日本美術の紹介に努め、ジャポニスムの先駆者の一人となった。これには、古市中国高岡出身の画商、林田魂の協力が大きく、日記にも多く登場している。1896年7月16日、シャンプロゼで死去した。遺言により、 遺産をもとに文学賞としてコンクール賞が創設され、1902年にアカデミーコンクールが発足した。長い家風、江戸芸術論が紹介文、コンクールの歌間を呼び、北斎伝を表した。また後藤松親野口米次郎による解説著作がある。没後60年を経た1956年に完全版を刊行しようとして、アルフォンス・ドーデの子孫から、 訴訟沙汰を起こされ一時取り留めになったが、後に交換された。日本人では、パリ万国博覧会関係で、総理大臣に就いた西音寺、西恩寺金持や松方正義等が登場する。ありがとうございます。